ただの女性社長の不動産大学賃貸不動産経営監視部ということで、このチャンネルは不動産大学のセカンドチャンネル、賃貸不動産経営監視になる人を応援するチャンネルでございます。ということで今日やってきたのはこちら、相続でございます。まあ、嫌いな方ね多いんですよ。宅建試験の頃からですね、相続嫌う方多いんですけども、相続はもう今後すごく重要になってきますので、相続に関する知識が試験で出てくる確率はすごく高くなると思ってください。なのでここに関しては、まあ、賃貸試験ではそこまで難しいこと聞かれませんので、基本的なところを今から押さえていきたいと思います。ということでチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。ということですね、まずは問題を解きながら解説をしていきます。いきますよ、こちらです。 A を貸主、 B を借主とする建物賃貸借契約において、 B が死亡した場合に関する次の記述のうち最も適切なものはどれか、ただしそれぞれの選択肢に記載のない事実および特約はないものとする。いきますよ、 B が死亡し相続人がいない場合、賃借権は当然に消滅する。さあどうでしょうか。非常にシンプルな問いなんですけども、こういう感じの選択肢がですね出てくる可能性があります。はい、いきますよ、答えは、はい、不適切でございます。ちょっと解説をよく聞いてください。賃貸借契約は当事者の死亡により終了せず、貸主の地位や賃借権は原則としてそれぞれの相続人に承継されます。これポイントなんですよ。亡くなっちゃったら終わるということじゃないんです。亡くなられても終わらないんです。当事者、これはですね貸主とか借主が死亡し相続人があることが明らかでない場合、相続人がいない場合を含む、でも賃貸借契約は終了しません。当然に消滅するわけではありませんということでございます。これ非常に重要なんで絶対覚えておいてください。相続人が不明の場合、相続財産は法人（相続財産法人）とされ、相続財産管理人が選任され定められた業務を行い、それでも処分されなかった財産は国庫に帰属しますということになっております。私も実務やっててですね、相続財産管理人というふうにですね選任された弁護士さんからですね通知受け取っていろいろ手続きしたことありますけども、まあこういうふうになっていくということでございます。亡くなられたからですね、それでもうそれで終了ですというふうには法的にはなってませんので、そこのところですね必ずご注意ください。それからですね、これに関連する問題でもう一問重要な問題をやっておきたいと思います。いきますよ、借主が死亡し相続人のあることは明らかでない場合、賃貸借契約は終了しない。はい、これどうでしょうか。これをしつこく聞いていきますよ。さっきと同じような知識で言い回しが違うだけなんですけども、はい、これも分かりますよね。大丈夫でしょうか。はい、答えは、はい、その通りでございます。大丈夫ですかね。賃貸借契約の当事者借主が死亡し相続人のあることは明らかでない場合でも、賃貸借契約は終了しません。なんで相続人はいても終了しませんし、いなくても当然には終了しないということでございます。だここもですね細かい知識なんですけども、こういうところですね聞いてくる可能性ありえますので、ここのですね、ここの部分ですね、ここ必ず覚えておいてください。でここの知識についてですね、こちらの教科書の199ページの方にですね詳しく書いてありまして、ちょっと読んでいきますね。賃貸借契約は当事者が死亡しても終了せず相続人等に承継されます。これはまず原則ですね。で貸主の死亡、大家さんが亡くなられた場合ですね、この場合相続人が貸主の地位を承継します。で相続人が不在でも賃貸借契約は終了しません。それが借主の場合ですね、借主が亡くなられた場合、相続人が借主の地位を相続します。で貸主が内縁の配偶者等に立ち退きを求めることが内縁の配偶者等の生活の基盤を奪うことになり、生活上重大な支障を期すことになるときは、貸主からの立ち退き請求が認められないということでございます。これさっき話した内容 のところですね。それから相続人がいない場合、事実上の夫婦や親子関係にあったもの、過去特別縁故者が契約を承継する。この特別縁故者っていうのは重要な単語です。これ必ず覚えておいてください。特別縁故者は承継しないという意思表示をすることもできるということでございます。はい、ここのページのですね、ここの部分非常に重要なので、あの後でですね必ず P199 ページ、他にもいろいろ書いてあるんですが必ず見といてください。さあということでですね、次回はですねこちらまた民法の委任の方ですねやっていきたいと思います。ここも宅建試験と丸かぶり部分になりますので、宅建試験を受けてきた方に関してはもうほんと知識確認する程度で、さっとパスできるところになりますのでですね、必ず明日も見ていただければと思います。高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ということでまた明日。